ある日街でブラックスワンを拾ってきた。それ以来行きたくないな。やめちゃえやめちゃえ、会社なんて。サボっちゃえサボっちゃえ、ジョギングなんて疲れるだけ。そろそろ医療保険入ろうと思って。必要ない必要ない。誰？ブラックスワン。病気になった時のことなんてなってから考えればいいよ。やべえやつに見つかった。ちゃんと考える人にちゃんと答える医療保険新登場。いただ、何も考えない方が楽なのに。ピンときたら医療保険ですか。ああ、やっぱり入院だけじゃなく入院前後の通院もしっかり保証してくれるのがいいらしい。そういう話をしてるとあいつが来ちゃいますけど。必要ない必要ない。通院保証なんて必要ない。やっぱり先のことなんて考えない豪快な男になれよ。余計なお世話だ。そんなとこから。ちゃんと考える人に入院前後の通院も保証する医療保険。入館証持ってるのに。ピンときたら女性のための医療保険ですか。そう、そろそろ入っておこうかと思って。ちょっと心配ですもんね、婦人科系の病気って。必要ない必要ない。ブラックスワン、なんだかつきまとわれちゃって。あんた丈夫そうだもん。病気なんかかかりそうもないよ。無責任だし、なんか失礼ね。うわ、また出た。ちゃんと考える女性にちゃんと答える医療保険レディースタイプ新登場。枝豆ぐらい食べたかったな。ピンときたら女性のための医療保険ですね。そう、婦人科系の病気にかかるママ友が周りに結構多くて。必要ない必要ない。スポーツしてれば大丈夫。あ、コーチあ、ちょっと話聞いてる。やるな。ちゃんと答える医療保険レディースエバー。コーチに教わってみたかったな。ご相談はアフラックのお店へ。かわいいですね。もう、あ、医療保険ですね。ええ、責任も増えたし、やっぱり入院前後の通院も保証するのに。必要ない必要ない。責任はあるけど必要ない。もうわけわかんないわね。うわ、怒ってるよ。やっぱりいたのね。入院前後の通院も保証する医療保険。ちゃんと出産祝い持ってきたのに。ピンときたらアフワーク。やっぱり重大疾病には備えないとね。必要ない必要ない。っていうか重大疾病って知ってるの？がん、脳卒中、急性心筋梗塞なのです。重大疾病にも強い医療保険はアフワーク。備えたくなってきた。必要ない必要ない。保険なんて必要ないって言ってた俺がまさか病気になるとはな。しかもちゃんと保険に入っていたとはね。はい、リンゴアフラック。今入っておきましょう。アフラックの医療保険。いいやつだな。通院保証のついた保険にしといてよかったです。変わんない変わんない。保険なんてどれも同じ。そんなことないでしょ。通院保証で自分も助かってるじゃない。ギク。入院前後の通院も保証するのはアフラック。お前も通院。そんな保証必要ない。気が合うな。でもちゃんと備えないとね。なのです。重大疾病にも強い医療保険はアファー。ダチョウとアヒル。必要ない必要ない。入院前後の通院保証と重大疾病保証、2つの保証必要ない。手折れ、妙に詳しくなっちゃったな。アファラックに就職すれば保険選びの新基準、2つの保証ならアファー。素敵です。